アンダーナイト2の AC 稼働決定おめでとうございます。 BTL が CS 限定だったのでびっくりしました。 Steam ウィッシュリストに入れてるだけの状態だったんですが、これで気軽にゲーセンで100円ワンプレイできで体験できて嬉しいです。問題は近くにビデオゲームが置いてあるゲーセンがないことです。私は悲しい。はい、お便りいただきありがとうございます。そうですね、アンダーナイト2はね、なんとゲームセンターで稼働することが決定いたしました。いやー、ありがたいですね。まあちょっとね、やっぱゲーセンでも出そうかなということになって作ってるんですが、まあ MBTL はねないんですけど、アンダーナイト2はもともとアンダーナイトシリーズがゲーセンで始まったゲームってのもあって、まあなんとかして出したいなというところで、作っておりますっていう感じで、オールネットプラスマルチ3で稼働すると思いますので、このあたりよろしくお願いいたします。ゲーセンであるとね、ちょっとした暇つぶしだったり気軽に行って遊べたりするので、なんだかんだでね、すごい便利なのかなと思います。まあ、近くにないっていうのはそうなのかもしれないので、これを機にそのビデオゲームが置いてあるゲーセンを探してもらって、ちょっとそこに通ってみるとかもいいと思います。私ゲームセンターに通うの大好きなんで、そこでの出会いね、経験、ゲームセンターにわざわざ歩いていくということによる運動不足の解消、筐体にお金を入れて椅子に座る、立ち上がるを繰り返すことによる運動、踏み台昇降みたいなもんだよな、これによる、なんだろうね、健康の効果も計り知れませんから、現代病ね、健康がね不安になる現代社会、ゲームセンターに行くことであなたたちは体が健康になり、そして長生きすることができるのですという話ですね。ぜひよろしくお願いいたします。はい、お便りいただきありがとうございました。